お疲れ様です。ロットです。ってことで、今回もね、クラッシュロイヤルやっていくんですけども、今日はね、こちらの、エリゴルデッキを使っていきたいなと思います。で、こちらなんですけども、ダクネマジアチアファルチェが今結構ね、環境ぶっ壊れ30シーって感じなんですけど、まあ、ダクネに対してファルチェが強くて、ファルチェに対してマジアチアが強いみたいな感じで、まあ、回ってるんですけども、その全部をね、入れちゃったよっていうデッキですね。はい、もうなんか強いやつぶっ込んだデッキで、スケ入れて、回転早くてっていう、感じです。スペルはね、トレネットロケで、まあ、空にはね、ダクネファルチェマジアチャルので十分かなと言ったところで、まあ、これね、マルチでも、ちょっとね、流行ってて、上位から、今、グロ2の、ボフマク選手とか、海外のプロですね、もう使ってますし、結構ね、マルチ上でも流行ってます。で、グロチャレでも結構トップレベルで、強いかなと思います。で、今日はね、ちょっと参戦やろうと思ったんですけど、気づいたらグロチャレやりすぎてて、もしかしたらね、2戦しかできないかもしれないですけど、まあ、そこはね、シャアなしといったところでやっていきたいなと思います。で、ケンツがあれですね、世界大会ラスベガス、ロサンゼルスか？ん？ラス？はい、ロサンゼルスか。はい、アメリカの方に、ファブがね、世界大会行くよってツイートをすごいしてますね。まあ、羨ましいなとも思いつつ、はい、頑張ってくださいっていうね、まあ、あるんですけど、まあ、行きたかったですね。ロサンゼルスってわかりますかね、皆さん。行ったこと、多分ある方はほぼないと思うんですけど、まあ僕もね、ない。てか学生で逆に行ったことあると、すごい羨ましいですね。アメリカ。単純にね、アメリカとか行ってみたいですね。僕は海外には、行ったことなかったんですね、学生時代。だからまあ大学1年の時に、そのクララリーグが始まって、初めてね、クララバー関連で初めてね、海外の方に行きましたね。それまでは、海外一回も行ったことなくて、もう一度は行ってみたいみたいなね、すごい思ってましてね。で、なんか、初めの世界大会が、フッチさんが行ったやつがロンドンで行われた時は、まあ普通にね、負けちゃったのでロンドン行けず、でもそのロンドンになんか応援隊っていうので、応援としてね、その特別で行けるっていうなんか、まあそういうイベントといいますか大会みたいなのがあったんですよね。ケンツと僕が一緒のチームで、ミカンさんと、ゼロニキ、ゼロスさん、ゲームズの監督のゼロニキがチームで2対2のチームだったんですよね。それで、まあそれ多分日本一決定戦に、大きく関わって、まあ惜しくも世界大会行けなかったっていう、その4人集められて、そこでね、2v2 とかいろいろなんかやってよかったチームが世界大会応援にロンドンの方までイギリスですね方まで行けるっていうのがあったんですけども、なんかねポイントその1ポイント1ポイントでこう積み上げてきて、もう僕とケンツはほぼ勝ち確だったんですよね。ほぼ勝ち確いろんなバトルをやって、ほぼ勝ち確で、よっしゃこれ俺はロンドン行っていけるみたいなね、そういう思いがあったんですけど、クイズ番組とかであるじゃないですか。1ポイント、1ポイント、1ポイント、じゃあ最後の問題100ポイントですっていう、あれですよ。あれ、例のやつですね。で、例のやつがあって、最後の最後にね、一気に大逆転負けして、僕とケンツはいけず、ミカンさんとゼロニキが、応援に行くっていうね。のもありましたね。懐かしいですけど。まあ、知ってる方は知ってるかなっていうような感じだと思うんですけど、まあ、結構前ですので、まあ、知らない方も多いかなといったところで、よいしょ。さあ、ちょっとね、海外話から結構離れた話をしちゃいましたけども、相手はファルチェバランかな？これを見る限りは。ですので、相手は2周目ファルチェを回さないと、これは防衛できませんので、回しますね、やはり。よいしょ、これウッドをちょっと打ってあげて、ここでできるだけ処理したい。OK! マジアチが入る感じで、相手はバルーンデッキですので、一発目のバルーンを、できるだけ、てかトルネードで、そう、キングに吸ってあげて、OKOKOK。この D が美味しいですね。結局トルネードでも一緒に吸えますので。これダメージ入るんですけど、まあ、ここはね、我慢といったところで、よいしょ。で、ここ相手は逆サイ攻めてますし、ザップまで割いておりますので、ここで攻めます。まあ、スケかなんか出るかな？あ、はい、本当に出てきた。惜しい。で、これファルチが、ファルチを処理して、OK。で、バルキリーが多分出るので、それマジアチャで射抜いて倒ろうと思ったんですけど、倒れましたね。よいしょ。
はい。って感じで、まあ、さっき海外の話してたんで、海外のなんか話せること。まあ、クララリーグで、おととしぐらいかな。台湾と韓国にしかでも僕行ったことないですね。そこの2つかな。台湾、韓国、他の、あれだ、中国にも WCG という、シーズン1ね、この人優勝させてもらったので、その時にね、中国行ったかな ?3 カ国ぐらいかな今まで行ったことあるなって感じなんですけど、まあ海外多分皆さん行ってみたいってすごい思うと思うんですけど、まあなんかそんな大きな変化はないかなって個人的には思いますね。なんか海外だからなんかとか、あんまないっていうのは僕ちょっと思ってますね。なんか海外にそんな魅力を感じないっていうなんか表現はあんま良くないかもしれないですけど、行ったらね、なんか結局日本の方がやっぱいいってなるんでね、なんか、まあ、2日3日のね、海外旅行とかだとすごい楽しいのかなと思うんですけど、僕はそのあんま海外に対しての魅力がないタイプですね。ちょっともう2ヶ月とか逆に海外にいると、もうなんか十分ってなっちゃってるのがね、あるかもしれないんですけども、はいっていうので、まあね、ちょっと友達とかと、なんか大学生とかになるとね、みんな、友達とタイ旅行行ってきたとかね、よくあると思うんでね、ぜひね。ここだとね、海外行きたいってすごい僕も思ってましたけど、まあ、やっぱ、なかなかね、学校もありますし、きついとも思いますのでね、ぜひ社会人とか大学生になったら、まあ友達とでも、はい、ぜひね、海外旅行はまあ一度はしておいた方がいいと思いますね。一度は、なんかこういうところなんてっていう経験としては、結構いいと思いますね。はい、だからマッチングはね、長いんでね、まあ1戦勝って、まあこれ勝ってね、今日はもう多分2戦でもしかしたら俺かもしれないんですけど、まあこっからもしかしたら3連敗するっていうね、まあ、可能性もなきにしもあらずといったところで、さあ、そうですね、最近な、何してんだろう最近、マジで。ほんと何もしてないですね。ずっと、なんかゲームして、寝て、YouTube 撮ってっていう生活やってるんですけども、まあそうですね、強いて言うならば、最近ピザを食べましたね。多分この前の動画で話したんですけど、カノクサさんっていう方のね、YouTube を最近よく、見てるんですけども、まあその人がね、よく大食いをしてて、まあピザをよく食べるんですよね。なんでピザ食べてて、ピザ食べたいなと思って、ピザを注文しましたね。まあ意外と、ちょっとピザお高いんですけど、2人とかで、ね、4人とかで、ホールっていうのかな、1つとか2つとか頼めば結構ね、1人で食べるより絶対安くなるんでね、なんかみんなと友達とかで遊んだ時に、その友達の家でね、ピザ頼んだりだとか、まあ逆に帰るついでに、その、ね、寄って食べるとかすごいいいと思いますね。はい、マッチング長いっす。ってことで、この辺もうあれっすね。今のピザ話もいらないですわ。11勝目から12勝目のところをすぐなんかマッチング結構すぐするようにカッティングお願いします。はい。ちょっとね、マッチングが長いです。いざマッチングしましたね。というわけで、さあ、これ勝って、ちょっと12勝宝箱引きたいですね。これ、最近マイク・ワゾウスキーってアカウントで多分よくやってると思うんですけど、これね、アカウント名前変えたんですかとかね、ちょくちょく聞かれてるんですけども、サバカですね。はい。ちゃんとラットワークはラットワークで生きてます。はい。あります。で、これはね、別のサバカです。ですので、ラットワークはね、エリゴル以外、レベルが乾燥しておりますので、このマイクワゾースキーアカウントでね、グラチャレ系は基本やってます。まあ、レベルが、全然上がってないのでね、こっちやってます。ちょっともったいないかな。でも、することないですし、いいかなっていう。うわ。これちょっと反応がちょっと悩みましたね。ちゃちゃっとファルチェ出しておけば、トルネード使わずにね、抑えれてたと思いますので、これワンチャン D が回るかな。回るわけないですね。今、オールブレイカー D が来ましたね。という感じで、相手は、高回転の、来ました。大流行しております。マジアチャウォールブレイカーの高回転デッキでございます。うわ、これすげえ厄介。
この気はしたくなかったな。ウッドからのスケでもよかったけど、そしたら次のウォールブレイカー死ぬ。お違う、フォルチュード。相手のデッキは違う。ファルチェのデッキですね。ボムタワーのやつだと思ったんですけど。うい。これはやばい。これはちょっとえぐい。これちょっといろいろね、頑張ります。気合で。いろいろ気合で頑張りますよと。え、めっちゃいいボイした。で、これマジアチェイン殴れば、オッケー。マジアチェイン殴れば、まあまあまあダメージ抑えれるよねと思ったんですけど。よいしょ。ここはでも、ファルチェがね、あるんですよね。ダクネタしてもファルチェで一掃されるの怖いので、あ、これはちょっと、行きます。まあ相手は絶対これ何か一枚防衛裂かないといけなくて、まあまあメガナイトファルチですね、相手。上で、ウォールブレイカー。メガナイトファルチウォールブレイカーといったところですね。よいしょ。コウモリしっかり回収して、で、これに対して、まあエリゴレつけたいですね。え、待って、電波？まあでも、相手ね、メガナイトがあるんで、お電波？早めに出して、こうメガナイトで踏まれないようにしたかったんですけど、ちょっと踏まれちゃいそう。OK、延命？これトルネで逆性やります。多分きついんじゃない？あ、でもメガナイトで踏めるんだ。そう、これがね、これがちょっとずるい。あ、けど、エリゴレが、めっちゃ頑張ってる。ちょっと、やばいやばい。あ、事故。これ逆性もやばい。OK。OK、こっち側押さえた。で、これ結構ロケット圏内までありますね。やば、相手めっちゃ攻めてくる。あ、待って、やばい。あ、これトレードとミスった。ちょっと待って。急に下手じゃんってなってるんですけど、勝てばいいんだね、皆さん。落ち着いてくださいね。これロケットで潰して、このね、小物が頑張れ。小物が奇跡を。はい、逆サイいきますね。これ逆サイ守れば僕の勝ちかなと思います。ほい。マジアチェが？で、左側は有能のダメージ別に受けていいので、これ許容して、エリゴレ裂いて、相手に何かユニット咲かして、それマジアチェで射抜きたいですね。よいしょ。よいしょ。トルネを外す。外していくけど、勝つ男。よいしょ！危ねえちょっと待って、ちょっと寝てましてね。トルネとウッドミスったり、ちょっといろいろ具だったんですけども、まあ、それでもね、勝てるっていうのがこのデッキですね。はい、グラチャで12勝無敗でしたね。10勝まで何でやったか覚えてないんですけど。はい。というところで、まあ、こちらね。ちょっとね、マジで、結構今トップクラスに強いのかなと思いますので、よければお使いください。で、まあ、あとはサロンデス大会、このアカウントはね、そう、終了したんですけど、まだね、ラットアカウントあるんで、ちょっと上目指しつつ、またね、今シーズンマルチ、ちょっと結構サボってるんですけど、あと6日しかないので、ね、でね、僕もね、頑張りたいなと思います。あ、この、今、グロ1位のね、ボーフマックという選手が使っております。はい、よければね、お使いください。では、ご視聴ね、最後までありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価もね、よろしくお願いします。では、